はい、こんにちは。磯の裏からお届けしております。まもなく台風、大型の台風が来るということで、だいぶ波が荒くなってきました。虹も出ていて一見綺麗なんですけど、これから大荒れの天気になるということです。ですので、普段この時間でも多く見られるサーファーの方はほとんどいらっしゃいません。ほとんどの方が堤防から私みたいに、こうやって波を眺めてるだけということになります。ただ今果敢にも、まあ、果敢というか、危ない、まあ、危険を顧みず一人のサーファーが、海に入っていっています。まあ、サーフィンをやる方にとっては非常にいい波なんでしょうけど、見ているこちらとしては非常に怖い、危険な気がします。普段ですと波は穏やかなんで、海水浴の方はよくもいらっしゃいます。非常に、素晴らしい町だと思います。加太をはじめ、二里ヶ浜、磯の浦も、などの南海線沿線の不動産買取、売却相談、もちろん購入の方の相談も受け付けております。ご覧いただくお待ちしております。よろしくお願いします。失礼します。